どうも、石川です。はい、これより登録販売者試験対策講座の第5章の1回目始めていきたいと思います。こちらの講座では厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使っていきますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。319ページ。第5章、医薬品の適正使用安全対策というところで、3行目ですね。1、医薬品の適正使用情報というのを見ていきます。はい、お薬をね、正しく使うための情報なんですけど、どんなものがあるのかなというところで、いろんなね、ものがあると思うんですけど、例えばですね、お薬の、例えば箱の中とかにはですね、お薬の取扱説明書みたいなものが入っていると思います。ね、そういったことをね、添付文書って呼んでいきます。なので、今回ね、添付文書の読み方について、勉強していきたいなと思います。はい、では、16行目、添付文書の読み方というところからですね。はい、その添付文書というのは、基本的にですね、記載内容というのが、18行目にも書いてありますけど、ね、記載が義務付けられております、ね。なので、いろんなルールがあるので、そういったルールのことについて見ていきたいなと思います。はい、では、まずルールその1、丸1番目ですね。21行目、改定年月というのがありますね。はい、この改定年月って何ですかというところでは、ね、一般用医薬品を含めて、医薬品の添付文書の内容は変わらないものではなく、ね、医薬品の有効性、安全性にかかる、ね、新たな治験、使用にかかる、情報に基づき、必要に応じて随時改定がなされております。はい、添付文書の内容というのは、このようにですね、今ね、読んだようにですね、後半のところ、必要に応じて随時改定がなされているよ。ここをチェックしておいてくださいね。必要に応じて随時改定がなされております。ね、なので、例えば、こんな引っ掛け方もあったりしますね。添付文書の内容はね、不変なものでありね、変わることは絶対ないよ。丸か×か、みたいな問題もあったりしますので、添付文書の内容っていうのは変わるんだな、っていうところですね。確認しておいてくださいね。はい、そしてね、その次ですね、24行目、重要な内容が変更された場合には、改定年月を、記載するとともに、改定された箇所を明示することと、されております。はい、これどういうことですかというと、ちょっとですね、ホワイトボードのところにも、添付文書をね、ちょっと手書きで大変見にくいかなと思うんですけど、ちょっとね、簡単に、書かせていただいております。で、今ですね、ここにですね、改定年月、というのが書いてありますね。ちょっと2000年ね、1月改定というような形でね、仮にさせていただいておりますけど、ね、2000年、1月改定というところで、米印みたいな感じで書いているんですが、ね、じゃあ、その改定された場所がね、明示されることになっているってなってますので、なので、例えばですね、この添付文書の内容ですね、ちょっと簡単に書かせていただいておりますけど、ね、添付文書の内容、こんなような形で書いてあるんですけど、後でまた詳しく見ていきますね。で、その改定された場所、ね、例えばね、このようにですね、米印が書いてあるように、ね、米印になっているような、ところ、ね、途中のどっかにあったりするんですね。例えば、してはいけないことの内容の中にですね、米印として、書いてあって、こういったものが新たに追加されましたよ、2000年にっていうような形で、ね、あとはね、相談することの内容のところにも、米印みたいなものが書いてあったら、そういったところが追加されましたよっていうような形で分かるように、ね、改定された箇所が分かるように明示されております。ね、今は米印になってますけど、米印ではなく、例えば河川だったりとかね、そういったような形で、企業がいろんな工夫をして、改定された箇所が分かりやすく、なっております。はい、そんなのがですね、ここの、改定年月というところになります。はい、では、今度はその次見ていきます。320ページですね。添付文書の出読及び保管に関する事項というところですね。よろしいでしょうか。はい、29行目のところですね。添付文書の、販売名の上部に、使用にあたってこの文、説明文書を必ず読むこと、また必要な時に読めるよう大切に保管すること、保存することというような言葉が書いてありますね。これはね、各メーカーによってね、多少ばらつきがありますけど、今回ここに書いてあるんですね、添付文書の一番上にですね、服用前にこの説明文書を必ず読んでくださいね、みたいな形で、書いてあったりもします。
はい、それからですね、その次、丸三番目です。38行目ですね。販売名、薬効名及びリスク区分というのが書いてありますね。検査薬の場合は販売名及び使用目的みたいな形で書いてあったりします。はい。で、この販売名、薬効名って何ですかというところでは、ね、通常医薬品では承認を受けた販売名が記載されてますよ。ね、はい。なので、販売名なので、簡単に言うと商品名みたいなものですね。なので、ここのことになります。ここね、赤で書くことですね。なんとか、錠剤とかね、そういうなんとか錠とかね、なんとか三剤とかね、そういったような形で、商品名が、書かれていると思うので、これがですね、ここで言う、ね、販売名というものになります。はい。そして、薬効名なんですけど、薬効名とはというところで40行目のところに書いてありますね。その医薬品の効能または性質が、簡潔な分かりやすい表現でなされております。ね、なので、例えば今回ね、例で出してみましたけど、ここですね、総合感冒薬、こんなのが、そこのあたりに、属してきます。ね、その医薬品の薬効または性質が簡潔で分かりやすいような、ね、総合感冒薬とかね、なんとか胃腸薬みたいな形で書かれたりもします。はい。そして、この薬効名なんですけど、薬効名に関しては、41行目をちょっと見てください。ね、販売名に薬効名が含まれているような場合には、ね、例えば、なんとか胃腸薬などのように、ね、などの場合はね、薬効名の、記載は省略されますよ。ね、だから、例えばね、先ほどの販売名に、なんとか胃腸薬とかって書いてあった場合は、ね、もうその商品のね、名前見たときに、あ、これはね、胃腸薬なんだなっていうのがわかるので、そういった場合は、ここね、薬効名っていうのは、省略することができますよって言っていますので、ここよろしいでしょうか。ね。はい。では、今度次見ていきたいと思います。あとは、43行目ですね。各製品のリスク区分というところですね。リスク区分というのはこれです。大難類医薬品と呼ばれるものが添付文書のところにも書いてあったりしますね。第一類医薬品、第二類医薬品というような形で書いてあったりしますので、こんなのが、リスク区分になります。はい。それから丸4番目、製品の特徴です。ね、医薬品を使用する人にその製品の概要を分かりやすく説明することを目的として記載されていますので、ね、例えば今回書いたのはここですね、なんとか錠はみたいな形で、ね、こういった特徴がありますよみたいなことが、書いてあったりします。はい、それから今度は、その次です、丸5番目、使用上の注意というものですね。はい。で、使用上の注意に関しては、全部で3部構成になっておりますね。3部構成になっています。はい。それで、してはいけないこと、相談すること、及びその他の注意から構成されてますね。使用上の注意は、ね、してはいけないこと、相談すること、その他の注意から構成されてます。はい。なので、それぞれの、言葉に関して、ね、マークがあります。特にマークがあるもの、ね、使用上の注意、それからしてはいけないこと、それから相談することに関しては、マークがあります。ね、このね、320ページのところにも、ね、それぞれのマークが、書いてありますよね。はい。で、このマークもそれぞれですね、どの言葉に、のマークなのかというところをですね、しっかりと覚えておかなくちゃいけません。ここもですね、引っ掛けてきたりします。なので、例えばですね、使用上の注意って言ってますので、ね、注意するとき、ね、こうなんか、びっくりマーク、ついたりもしますよね。ちょっとちっちゃくてごめんなさいね、見えづらいですね。それから、してはいけないことなので、やってはいけないよって言ってますので、いけないので、ね、バーツがついてたりしますよね。やっちゃいけないので、やっちゃダメだよ、バーツっていうところですね。それから、相談することというところで、誰に相談するんですかって言ったら、ね、それは薬の専門家ですよね。なので、白衣を着ている、専門家に、相談しております。ね。はい、そのような形で、ね、まずは、このですね、マークというのをしっかりと覚えておいてください。そして、引き続き、ね、48行目の後半見てもらいますと、
適正使用のために重要と考えられる項目が、前段に記載されている。はい、ここチェックしておいてくださいね。ここの前段というところを後段って聞いてくることがありますね。要は、前ではなく後ろの段って聞いてくるんですね。どういうことっていうとね、このね、使用上の注意っていうのは、してはいけないこと、相談すること、ね、今回書いてないですけど、その他の注意というような形で書かれています。で、まず、やってはいけないことっていうのが一番重要なことですよね。ね、私、妊婦なんですけど、みたいなところで、お薬飲んじゃいました。ね、それ絶対にやっちゃいけませんよね。なので、あと、私ね、アレルギー持ってるんだけど、ね、そのアレルギー出ちゃいましたとかね、困っちゃいますよね。なので、絶対にしてはいけないことっていう重要と考えられる項目が一番最初に書かれたりもします。はい。そして、その後、相談することっていうような形で続いておりますので、ここですね、前段に記載というところを必ずチェックしておいてくださいね。はい。では、その他、ね、引き続き49行目見てもらいますと、枠囲い、文字の色やポイントを変えるなど、他の、記載事項と比べて目立つように、記載がされています。なので、使用上の注意っていうのはですね、このようにですね、枠囲いがされておりまして、ね、他の文書と目立つように、区別されております。はい。それからですね、この使用上の注意とかしてはいけないことを先ほどマーク覚えてくださいねって言ったんですけど、このマークに関しては51行目後半です。それぞれ統一された、標識的マークがされてますよというところでね、これはメーカーさんが、ね、統一されているマークになりますので、あるメーカーさんはこんなマーク、あるメーカーさんはこんな別の違うマークとかでは困ってしまいますので、そういった意味では、ね、統一されたマークなんだなっていうところで押さえておいてください。はい。それでは、その次見ていきたいと思います。今度は、次のページ、進んでいただきますと、321ページです。で、してはいけないことの内容が、いろいろ書いてあります。ね、例えばアレルギーのことだったりとか、あとはいろんな、ね、副作用が出ますよということだったりとか、あとはね、いろんな服用しないでくださいねっていうような内容がですね、いろいろカッコ A からカッコね、C まで書いてあったりします。で、ここで特に見といてほしいのは、カッコ D、その他してはいけないことっていうところですね。はい、ここではどういうことっていうと、副作用または副作用により誘発される、ね、事故の防止を図るため避けるべき事項が記載されています。どういうことかっていうと、通常ですね、引き続き、通常では、承認では当てはまらない内容もあるが、承認使用される医薬品においても、その医薬品の配合成分に基づく一般的な注意事項として記載されていたりもします。なので、通常子供に使うもの、例えば、小児用の、お薬とかっていうのもね、ドラッグストアに売ってたりとかすると思うんですけど、そういった小児用の、お薬にも、通常小児には当てはまらないような、ね、注意事項とかが書いてあったりするんですね。例えばどんなことというと、322ページ見てもらいますと、ね、94行目、服用後、乗り物または機械類の運転操作をしないでくださいねっていうのが書かれたりします。ね、通常、小児ではあまり当てはまらないですよね。例えば、小児が車の運転操作をしますかって言ったら、ね、通常、小児では、ね、行動とか走っちゃダメだったと思いますので、そんなところですね、通常、小児では当てはまりません。ね、例えばですね、あとは98行目のところを見てもらうと、授乳中の人はというところで、これもですね、小児通常ね、授乳してますかって言ったら、それも違うと思いますよね。それから、101行目ね、服用前後は、飲酒しないことというところで通常承認もこれも当てはまりませんよね。なので、そのように通常承認では当てはまらないような内容が、書かれたりもします。はい、それからですね、あとは、104行目、長期連用しないことというところもですね、一度読んでおいてほしいなと思います。ね、例えば、106行目見てもらいますと、連用すると、副作用等が、現れやすくなる成分、ね、効果が減弱して、医薬品頼りがちになりやすい成分、ね、それから比較的作用が強い成分というところで、ね、このあたりも減弱とか、強いとかね、こういったキーワードね、ちょっとチェックしておいていただきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、では今度は、110行目見てください。110
110行目、今度は、相談することというところで、相談することって全部で2部構成になっています、ね。何かというと、まずはその医薬品を使用する前に相談することというところですね。例えば、ね、カッコ A、カッコ B というような形で書いてあるんですけど、カッコ B、ね、妊娠または妊娠していると思われる人に対する、相談することの内容が書いてあります。ね、例えばですね、お薬使っちゃって、私妊婦なんですけど、というところだと、ね、それ使った後じゃないですよね。私妊婦なので、このお薬大丈夫ですかみたいなところで、ね、お薬相談すること、使用する前に相談することの内容が書かれたりもします。ね、ここも一度、さらっと、見ておいていただきたいと思います。はい、そして、323ページを飛ばしまして、今度は324ページに進んでいきます。169行目。今度は、その医薬品を使用した後に相談することの内容です。ね、使用した後に相談することですね。ここではですね、その医薬品を使用した後に、副作用と考えられる症状を生じた場合、ね、薬理作用から発現が、予測される軽微な症状が見られた場合や、症状の改善が見られない場合は、一旦使用を中止した上で、ね、適切な、対応が円滑に図られるようですね、記載がなされています。どういうものがあるのかというと、括弧 A ですね。副作用と考えられる症状を生じた場合に関する記載というところで、括弧1、括弧2って書いてありますよね。ここ、ちょっと大事なので、しっかりと見ておいてくださいね。はい。では、174行目、括弧1、使用後、次の症状が現れた場合、それから括弧2番目、稀に下記の重篤な、症状が現れることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けることというのが書いてあります。これはどういうことかというと、その次見てください。177行目、副作用については、まず一般的な副作用について発現部位別に症状が記載され、その後に続けて稀に発生する重篤な副作用について副作用名ごとに症状が記載されております。ここよろしいですかね。はい、なので、ここちょっと書いてみました。ね、ちょっと下の方で小さい文字になってしまって、見づらいかと思うんですけど、ちょっとね、参考程度に見ていただければと思います。ね、まずですね、お薬をね、使用した後に相談する内容です。なので、服用後、次の症状が現れることがありますというところで、先ほどの括弧1、まず一般的な副作用について発現部位別に症状が記載されています。一般的な副作用なので、ね、例えば、皮膚にはかゆみが出ちゃったよ、ね、それから、消化器系では、ね、気持ち悪くなっちゃったよというような、一般的な副作用について、ね、発現部位別に症状が、記載されています。なので、例えばですね、発現部位別というところでいきますと、ね、皮膚にはね、かゆみが出ちゃいましたよとか、ね、消化器系にはね、嘔吐などの副作用が出ちゃいましたよということで、ね、それぞれの発現部位別に、ね、その症状が記載されております。ね、発現部位別に、その症状が記載されております。はい、よろしいでしょうか。はい。そして、その次ですね。稀に下記の重篤な、症状が現れることがありますと、ね。稀に発生する重篤な副作用について、副作用名ごとに症状が記載されています。ね、なので、稀に、発生する副作用。ね、例えば、ショック、アナフィラキシーというようなものですね。それも稀に発生するものですよね。そこら中で起きてしまったら困るので、稀に発生する、ものだったと思います。ね、そういった稀に発生する、副作用について、その、ね、症状の名称、要は副作用名ごとに、ね、ショックだったりとか、喘息だったり、皮膚粘膜癌症候群だったりとかね、そのように、ね、その副作用名ごとに、ね、その症状について、記載されたりもします。はい。ということで、ここですね、まずはね、一般的な副作用について、それから稀に発生する重篤な副作用についての順番になってますので、ここ大事なところなので、しっかりとですね、意味理解しておいていただきたいなと思います。
なので、一番はですね、今回、まあ、このようにですね、簡単に添付文章をちょっと書かせていただきましたけど、ね、実際の添付文章を、ちょっと見ていただきまして、どういうふうに書かれているのかなっていうのを、もう一度、ご自身で確認していただくと一番いいかなと思います。はい、それではですね、今度はその次に進んでいきます。ページ変わりまして、325ページを見てください。はい、その他の注意のすぐ下ですね、208行目、丸6番目ですね、効能または効果というところです。効能または効果のところで、例えば一般用検査薬に関しては使用目的というような形で書かれたりもします。はい、そして209行目見ていただきますと、この効能効果についてはですね、一般の生活者が自ら判断できる症状用途が示されております。で、さらになおというところで、適応症。はい、ここちょっとチェックしておいてください。適応症ですね。なので、これ、適応症として記載されている場合もあります。なので、効能または効果イコール適応症なんだなというところ、大事なので、しっかりと確認しておいてください。はい、それから、今度は212行目のところですね。用法及び用量というところです。ここでもですね、一般用検査薬では使用方法というような形で書かれたりもします。はい。それで、この用法用量なので、例えば1回何錠使ってくださいねとかね、1日何回使ってくださいねみたいな形で、書かれたりしています。はい。さらにですね、217行目のところですね、材形形状に由来する必要な注意というのも、あったりします。どういうことなのかというと、その下にですね、補足、注意事項なんかありますよね。そこの一番最初の、いいですか、325ページのね、欄外の、注意事項のところを見てほしいんですけど、一つ目の注意事項ですね。これに関連してね、点眼剤に類似した容器に収められた、外用液剤では、取り違いにより、点眼される、事故防止のため、その容器本体に赤枠、赤字で目に入れないとか、ね、あとは水虫薬ですよというような、表示が目立つように記載がされています。はい、ここ、赤枠、赤字というところですね。必ずチェック入れておいてあげてください。ね、赤枠、赤字というところですね。はい、ここも引っ掛けてきたりしますので、よろしいでしょうか。はい、では、今度はですね、220行目のところですね。220行目、丸8番目。成分及び分量というところです。はい、通常ですね、成分、こういった成分が入ってますよとかね、あとはその、分量ですね、何ミリグラム入ってますよみたいな感じで書かれたりします。で、これについてはね、まず、それ以外にもですね、223行目見てもらいますと、添加物として配合されている成分も、ね、記載がされています。ただ、その添加物に関しては、ね、すべてが、記載する必要はありません。これはですね、同じく325ページ、同じページですね、325ページの、これも欄外の、注意事項ですね、補足の内容を見ていきます。3番目の補足の内容です。添加物として配合されている成分については、現在のところ、製薬企業界の、自主申し合わせに基づいて、添付文章及び外箱等への記載がされています。なので、香料だったりとか、pH 調整剤などのように、用途名で、記載されているものもあります。そしてこの後ですね、また、商取引所、次のページのまた下見ていきます。ね、326ページのまた欄外のところですね。商取引上の機密にあたる添加物については、その他の、ね、何個かの成分、例えばその他の3つの成分というような形で記載されている場合もあります。はい、これどういうことかというと、ここもですね、引っ掛けてくることがあります。何かというと、添加物については全て記載されなければならないよって出てきたら、これ、罰ですよね。ね、その他の3つの成分というような形で省略することもできます。はい、なので、こういったところですね、特に注意しておいてほしいポイントになります。はい、では、今度は326ページの、丸9番目。病気の予防、症状の改善につながる事項ということで、いわゆる養生訓というものがあります。
はい、この養生訓ってどういうことなのかというと、ね、232行目見てもらいますと、その医薬品の、適用となる症状等に関連して、医薬品の使用のみに頼ることなく、日常生活上どのように、どのようなことに心がけるべきかなど、症状の予防改善につながる事項について一般の生活者に分かりやすく記載されていることがあります。なので、お薬を、ね、に頼るのではなくて、普段の日常生活、ね、食事だったりとか、睡眠だったりとか、運動だったりとか、ストレッチだったりとか、そういったものに心がけてくださいねっていうような、ことが、書いてあるものがあります。ね、で、これ、ほとんどのですね、添付文書に書いてなかったりするんですよ。なので、この234行目、一番最後のところですね。必須記載ではないよ、ここ、チェックです。大事なところなんで、ここ、チェックですよ。ね、必須記載ではありません。ね、今までずっとやってきたところに関しては、全部必須記載なんですよ。ただ、この、いわゆる養生訓に関しては、必須記載ではないので、へえ、そうなんだなっていうところですね、しっかりと確認しておいてほしいなと思います。はい、では、丸10番目、保管及び取扱所の注意というのを見ていきます。例えば、カッコ A に関しては、ね、直射日光の当たらない、涼しい場所に保管することというところで、シロップ剤のことについての記述があります。239行目のところですね。シロップ剤などは変質しやすいため、開封後は冷蔵庫内に保管することが望ましいですよと言ってます。ね、これ、シロップ剤についてはです。これ、他のものについては、ね、錠剤とかカプセル剤に関しては、ね、冷蔵庫内ダメです。なぜかというとね、室温との急激な温度差で湿気を帯びてしまうことがあるので、冷蔵庫内の保管というのは不適当とされております。そうなんだなというところですね、ここ知っておいていただきたいなと思います。はい、あとはですね、カッコ B、カッコ C、カッコ D というところもですね、一度読んどいていただきたいなと思います。はい、では、今度はですね、327ページのところですね、丸11番目、消費者相談窓口というのがあります。ね、なので、何か困ったことがあった場合は、ね、ここのメーカーのこういった電話番号ね、この受付時間はこのぐらいですよというのが書かれたりしますので、このあたりも見ておいてください。それから、丸12番目、製造販売業者の名称及び住所というところですね。なので、メーカーさんの名前、それから、所在地というのが、書かれたりもします。なので、ここ、製造販売業者というのはメーカーさんのことでしたよね。これ、第4章のところでやってるんじゃないかなと思います。ね、で、この製造販売業者をね、例えば、製造業者って引っ掛けてくる場合もありますので、こういったところもですね、十分注意して見といていただきたいなと思います。はい。ということで、ここまでがですね、添付文書の読み方についての、内容となりますので、ここをしっかりとですね、復習していただきたいなと思います。はい。ここまで、動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、いろんな試験の情報だったりとか、質問事項を受け付けたいと思いますので、ぜひご登録をお願いいたします。はい。それでは本日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。